ヤクルトドラさん、石原祐希、奥川選手よりも活躍したい。ヤクルトからドラフト3位指名された名大、石原祐希投手、22、が契約金5500万円、年俸900万円で仮契約を結んだ、背番号は35に決定した、超えたい壁、奥川選手よりも活躍したい、と宣言。1年目から開幕1軍で出られるように、息の長い選手でいられるように日々努力していきたい、と抱負を語った。夏地区、分かってて言ってるやろこれ。地区は活躍する必須条件やぞ草。ガチで言っててくさ。そもそもその奥川選手が慣れてねんだわ。言っていいことと悪いことがあるやろ。同学年だから奥川って言ったんだろうけど慣れてないやん。佐々木朗希とかでよかったやろそこは。もうこれ奥川選手が悪いだろ。奥川のこの前の登板は良かったで。キャッチボーラーになってしまった男はこれを聞いて何を思うのか。よりもっていうか、そもそも投げてないんですかそれは。一軍で投げるだけで超えられるぞ。23年の奥川2軍成績、8登板、27.1回、0勝4敗、26奪三振、防御率 6.26。 目標としたら低い壁だよな、奥川の通算成績。プロ入りでようやく肩並べたんだから謙虚なコメント。もっと夢や目標は高く持つべきやろ。適当にダルビッシュとか言っとこう。ちょい頑張ればいけるやろ。もう終わった使いで草。一軍で投げたらその時点で達成できる目標。ドラフト1位は背番号18欲しいとか言うし、むちゃくちゃやな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。